徳川軍は三方ヶ原で敗戦するも、忠勝の活躍により窮地を逃れた。数年後、堺見物中の家康に急報が告げられる。明智光秀、本能寺で信長を討つと。光秀は一挙に家康も討たんと軍を進発。家康は伊賀越えで本国三河を目指すこととした。攻める者が制するならば、また守る者が圧するのだ。第4話、神君伊賀越え。何時一年にて忠勝を超えよう。一刻も早く三河へ帰らねば。だがこの辺りには土地勘がない。道案内は任せたぞ。承知。行けよ。私は別の道を見せてもらえるか。わしは巻き込まれとうないのだ。すまぬ。承知いたした。が、お一人で会わないか。つけよ。どうもおつけいたす。いな、穴山殿を頼んだぞ。はっ、せっ、せっ、打ちつけよ。見事。耐えてみせよ。敵将討ち取ったり。見事。
我々も続いていくぞ。 敵将、討ち取った。さすがは父上、ありがとうございます。それも面白かろう。 わしに過ぎたるものとはお主のことよ。敵将、討ち取ったり。我らもこの機に乗ずるのだ。耐えてみせよ。 ここに手加減はしないぜ。タヌキの重りは重い。ただ精神を問わん。いや、静か。ただ勝つが果てるぜ。これは閉じ込められたか。 敵将、討ち取ったり。死ねないね、世の女性が泣くからな。これはこらえ。なんて凶暴な自分だ。しつけがなった。 見事。敵将、討ち取ったり。遅れは取らぬ。 敵将、討ち取ったり。
私も遅れは取りません。来ましたよ、家康殿。天下太平の間、あなたの力でここで立つ。なぜ無駄死にしようとするのか。見事な手前、引かせていただきます。ここで兵を無駄死にさせるわけにはいかない。撤退します。